日本大阪府大阪市安倍野区協立通協立通は、大阪府大阪市安倍野区にある町名。現行行政地名は協立通り町1丁目及び、協立通2丁目。安倍野区の西部に位置し、南に丸山通り1から2丁目、東に安倍野筋4から5丁目、西に西成区電化茶屋東、そして北は大阪施設南霊園に面している。 大阪メトロ谷町線の安倍野駅は最も近いがターミナル駅の天皇寺にも徒歩圏内で交通の利便性は優れている。全域第2支中高層住居専用地域でまた地区内にはセンターラインのある道路がないため歓声な住宅地となっている。町会は協立1北町会と協立1南町会、協立2東町会と協立2西町会に分かれている。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に安倍野区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。